東川多奈町の海に転落した車から1人の遺体が見つかりましたけさ7時ごろ、東非川多奈町桃津郷の和石海岸で通行人から海中に車が沈んでいると110番通報がありました駆けつけた警察官が水深3から4メートルの海底に沈んでいる軽乗用車を発見し午前10時45分ごろ クレーン車で引き上げられました軽乗用車の運転席から70代から80代とみられる男性が見つかり救助されましたがその場で死亡が確認されました海岸沿いの道路には一部に高さ15センチほどの車止めがありました川田の署が転落の経緯や遺体の身元の確認を進めています